車は3番4番だから、ここは入れないようにしてると、まあ、空間がある。上手でした。よろしくお願いいたします。なんといっても天気に恵まれたというのが一番で、これも理事長のせいじゃないかと思います。喜んでおります。目指しているのはあったかい商店街で、地域密着型なもんですから、周りの人とも仲良くやっていこうというのが一番の、肝だと思ってます。
対話っていう授業があるんですけど、その中で小津通り商店街と提携して、で小津通り商店街を盛り上げることができたらいいなと思って出展させていただいてます。頑張るぞ。あー、そのおめめした猫さんもいるね。そのおめめもあるんだって。何がいい？ニコ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 がいい。じゃあいいよ、ニコニコがいいね。無理でかい。バンバン見た、さっき上司上司ってお兄ちゃんが言ってた。最後にお送りする曲はヤングマンです。この曲では Y、M、C、A という部分がありますので、皆さんも部員の後に続けて言っていただけると嬉しいです。提案してもらっていいことをやってもらえば、タクト&タクミ演奏スタートです。意外と認知度低いかなって思ったんですけど、結構皆さん知っていて、私が耳をかき忘れると、あ、耳がないとかって教えてくれるので、あ、なんかみんなよく知ってんなと思って嬉しかったです。あ、よいさーよいさーよいさーさすがにゃさ商店街では一応専務理事という立場で関わっております。商店街ではない方々にたくさん多分来ていただいて参加して協力してもらったのがすごい良かったなと。お店を始めるならこの元住吉の小津通り商店街でお店を始めたいって思ってくれるような、そ
どんな商店街なんでしょうし、今回のオズフェスタの実行委員長やってます新村と言いますですね。初めて前夜祭、そして、まあ、本祭も少しこうブラッシュアップして、臨んだことしたんですけども、まあ、いつよりも賑わいが良くですね、まあ、天空にも恵まれたので賑わいも良かったなと思ってます、ね。まあ、今の商店街、まあ、もちろんもつみっていうもの自体は賑わってもいますし、まあ、各商店ね、色のある商店街があると思うので、まあ、あとはそれをですね、もっともっとこうなんかつなげて、まあ、大きなことをね、あの輪にしていけるまあいいかなというふうに思ってます。商店街全部でこうね、人を呼べるようなそういったものを作れるようにちょっと努力したいなと思ってます。はい、皆さんバイ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 。皆様に楽しんでいただけるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。それでは第15回オズフェスタ2017閉会いたします。ありがとうございました。情熱を未来とつなぐ ショートドラマチャンネル、俳優の演技にかける情熱。ニューウェーブチャンネル、若者の自分探しにかける情熱。リクルート D チャンネル、企業の採用にかける情熱。プロモーション D チャンネル、企業のサービスにかける情熱。ディスカバー J チャンネル、日本の発展にかける情熱。情熱を未来とつなぐ日本の情熱動画映像配信サイト、チャンネルガレージ。ちょっと一息を最高のひとときに。Produced by Production Garage.